んなようさんのお客さん喜んでくれてはるやないか。喜んでくれてはるって中には苦しんではる人がいてるかもな。苦しんでるってなんやねんな。そら分からんよあんた。なんであのチャッキリ娘のアコーディオンの子、あの子出てきたらいつも一番最初に大きな声で歌を歌うわ。大きな声で喋るわ。やかましいわほんまに。ほんなら何か。なんや。私は歌も歌わず、喋、りもせず、ただ黙ってこないで立てたらええ言うのかいな。いやそういうわ。それやったらまるでモナリザやないか。モナリザ。どの辺がモナリザやねん。どの辺がって。ほら気持ち悪いな気持ち悪いなってなんやねんな、やないの私が歌って喋ってやね、このアコーディオンを弾くことによってや、なチャッキリ娘という船が動くでやないかい。まあ自信やろな。それは空そよぐ風、港で船の今宵で船かお名残をしよう。えんよとっと、えんよとっと、バカちょうでえふえねえ。いやいやいや、そないあきみちゃんばっかりやったら余計船が傾いてしまう。ああ、私の歌は人類を救う。救いたがりはほんまに。人類を救うってね、爬虫類のあきみちゃんに人類が救えるわけないやろ、そんなもん。爬虫類ってなんちゅうこと言うねんな、ほんま。そういうあんたはなんやねんな。なんやねんな。イノシシと人類やないけ。関係やないやないかいな、ほんまに。私はね、こうやって歌って喋ってやね、皆さんを夢の世界へ案内してんねやないか。夢の世界。そうですよ。夢は夢でも悪夢の世界やわ、ほんま。悪夢ってなんちゅうこと言うねんな、ほんまに。まあ、しかしね、人間は夢をなくしたらいかんと思うわ。うちなんかね、いつも夢見てんねんで。どんな夢見てる？かわいい、かわいいお嫁さんになること。いい夢だ。まさしく夢だ。実現不可能という点からして、これほど完璧な夢があろうか。あんたは進撃俳優か、あんまり。女の子ならね、誰でも可愛いお嫁さんなんのが夢やないの。そうよ、あきみちゃんみたいな言い方したらね、うちは絶対お嫁さんになられへんみたいやんか。そうや。お嫁さんどころか、第一可愛いからして無理やないかいな、ほんま。ほんまに何が可愛い可愛いお嫁さんやな、ほんま。合うか、ほんま。ちゃんちゃらおかしい、ちんちゃらパチンコじゃ。なんのこっちゃ、そら。ほな、あきみちゃんどういう夢見てんのよ。ああ、私ですか、私は憎い憎い姑になることよ。姑？そうよ。なんちゅう恐ろしいこと。なんでやねんの。あんたもよう考えや。せやけど姑になるためにはまず嫁に行かないかんのよ。嫁に行って子供を産んでやね。その子供が大きくなった時、お嫁さんもうた時、初めてあんた姑になれんのよ。いやもう私はもうそういうね、難しい議論はしたくない。いや難しい。では皆さん失礼する。かやかないかやないか。一つも難しいことあらへんやないかいな。そうか、あんた嫁いびりって憧れるわ。私も明日からでもええからやってみたいわ。そりゃまあね、あきみちゃんの言うこともようわかんで。そりゃあ、あんたいびられるよりもね、いびる方が面白いやん。面白いって。そうそうそう、うちのね、嫁に行かんと姑の方に。あ、そないし、そないし、嫁に行かずに姑になろう。さっきから言うてるでしょ、姑になるためには嫁に行かないかん言うて。もう私はそういう古いしきたりを無視するね。しきたりやない。明日からでもね、すぐ姑になったるわ。明日からでもすぐなったるわって、どないしてなれんのよ。そんなもん新聞に広告出したらええにやんか。新聞に広告？当方雇われ姑。雇われ姑。あかんあかん、雇われ姑、そんなあかん。もっと積極的にいかな。積極的にって？ああ、セールス姑。セールス姑。そうや、新婚夫婦の家庭を訪ねていくのやん。訪ねて。ごめんくださいませ、はいはい、姑のセールスにやってまいりましたけど、まあ、お宅に。うちは結構です、間に合っておりますから。 あの奥様、お宅に一台いかがでしょうか、姑を。そうね、姑一台いただこうかしら。まあ、奥様なんですが、いびりがいのあるお顔で。うちも真似をてるわ、そんなもん。何言えつないな、お前。なあ、お前。そんなにいびりがいがあるやないかいな。いびりがいがあるって。もう大体あんたらには夢がないわ。夢がことないよ。なんでやな、ちゃんとした夢あるやない。姑になる、これが夢ですよ。そんな夢言われへんやないの。夢言うたらもっと綺麗な世界、メルヘンの世界がなかったらいかんよ。メルヘン、あんたら分かるか、メルヘンやで。メルヘンぐらい分かってるわいな。メルヘンやで。オリンピックのあったとこでビールの本場やろ。そらミューヘンや、ほんま。情けないな、ほんまに。今の聞きましたか、ほんま。メルヘン言うたらビールの本場だ。青か、ほんま。メルヘンぐらい覚えとけよ、ほんまに。偉そうに言うて、あきみちゃん分かってんやろね。メルヘンやろ。メルヘンや。メルヘン言うたらあんた漢字の一部やないかい。漢字の一部？そうや、酒とか海というね、あの左側をメルヘン。ちょっと待ちな、酒とか海とかいう字の左側言うたら、ちょんちょんちょんと、あら、さんずいへんやないかい。
よう、そんな強引な姿言うね、ほんまに。メルヘンってどんな感じやん。感じと違うわいな、ほんまに。メルヘン言うたらね、伝説とかおとぎ話、うん、夢のある話をメルヘン言うの。ああ、おとぎ話ね、うん。ほんで、あんたらの結婚話はあらへんと。そんなことわからへんと。じゃあ、そら、声合わさんでも言えないの。まあ、そう言ったらね、うん、おとぎ話には夢があるわな。そうやんた、かぐや姫なんかってほら、うん、泣く泣く十五夜へ帰っていたなんてロマンチックやないかいな。よー、うちとよう似てるやんか。うちかぐや姫やろかしら。あんたどこがかぐや姫やねん。お前はよう、ま自分の口からかぐや姫合うか、ほんま。なあ、かぐや姫とむしろ私の方やないか。まだひどいやないかいな、なんでやねんの。あきみちゃんのどこがかぐや姫やねん。どこがって、私あんた満月の晩が来るやろ。ほんなら月に向かってやな、帰りとなんのか。いや、吠えとなんねや。吠えとなる。それやったら狼やないかいな。いいねやないの、一度ぐらい女が狼になっても。女かって、男はみんな狼を言うてね。いいえ、もう、ああ私は狼になりたい。狼になって、うん、草刈正雄に飛びついてみた。あのね、わぁお客さんびっくりした。そらそうやないか。しまいにあんた鉄砲で撃たれるで。いいの、撃たれて死んでも白い馬に乗った王子様が私の唇にキスをしてくれると私はよみがえる。ああ私は白雪姫なの。ちょっとあったこなったからね、ほんまに。もうその辺で遊んどきな、ほんまに。遊んどきってなんで、私はね、夢の世界漂ってんねやな。漂うてろ。だってあきみちゃんがやったらね、ただれてるという感じやね。ただれてるって、ほんまに。おお、そなたは白雪姫の弟の黒姫山。黒姫山、黒姫。まあ、メルヘンの世界言うてもね、いろいろあるけどね、うん、もしもね、夢みたいな国があってね、うん、そこへ行けるとしたら、どういう国行ってみたい？うちやったらね、あの不老長寿の国行ってみたいわ。不老長寿の国、そう、そらそうやね、いつまでもね、年を取れへんような、ほんと夢やからね。そうやんた、若くて綺麗なままで長生きできるってええもんね。ね、今のよく聞いといた。若くて綺麗だよ。そら若くて綺麗な人はええわな。若くて汚い、お前みたいな誰するじゃんと言ってんだからな。何が不老長寿や、ほんまに。私はそういう国は行きとうございません。ほんなあきみちゃんどんな国。私は不老長寿の国じゃなくてね、不老所得の国行きたい。不老長寿、不老所得の国。そうよ。え、何もせんと遊んで金の儲かる国や。そういう情けないこと言ってんだ。何言うてねえな、あんたこれやってまんた一生懸命やってもささやから。お前言いないな、そんなテレビなんか直さない。ねえ、せっかく夢のある話をしてんやさかい、ほんまに。ほな、まあ、はるきちゃんやったらね、うん、どんな国行ってみたい？そうやな、うちやったら、まあ、美人の国でも行ってみたいね。美人の国、うん、もうその国に住んでる人もみんなとびっきりの美人ばっかりや、はあ、ね、そこへ私が行ってやね、その人らと自分と比べてみて、ああ、私はまだまだブサイクや、うん、私はなんとブスなんやろ、うん、いっぺんでええから来ない言うて嘆いてみたいわ、ほんまに。どついだろうか。ほんまに、なんだろ。ほら、うちら二人に当てつけた、ほんまに。何やって美人の国。ああ、美人の国でもどこでも行けやな。私と夏美ちゃんはやね、うん、ブスの国行って自信つけてくるわ。やめとき。なんでや、今より自信なくしたらどないすんのよ。どんなうちら決定的なブスか、ほんま。ほんまにええ加減にしんよ。なあ。なあってなんやねんな。なあって私にそんなに懐かんといてえの、ほんま。え、そんなこと言うわ、ほんまに。あんたより私の方がマシや。なあ。マシやわって人のこと言えるような顔か、ほんまに。なあ。結局は自分ばっかり隠してやるの。なあばっかりやないかい。私にはね、もっと行きたい夢の国があるんですよ。あきみちゃんが行きたい夢の国って？男のおらん国や。男のおらん国。そうや、もう男はもう飽きた。飽きた。もう男、いや、もう一日でもいいからね、男のおらん国行って、もうのんびりしたい。え、かっこしみないな、ほんまに。何やねんな、ほんまに。男のおらん国行きたい言うのは、ああ、男にモテてモテてしょうがない人の言う言葉やで。そら確かに私は男にモテへん。男にモテへん。モテへんから男のおらん国行きたいねやないかい。なんでやねんな。なんでやねんなって、男のおらん国行ってみな。何やねん。男から相手にされへんな、ああ、その悲しさ